外観館内福島市子どもの夢を育む施設コムコム館は福島県福島市にある教育文化複合施設である。福島市が建設した教育文化複合施設。市内和瀬町の JR 福島駅東口の南側に広がる施設である。隣接して NHK 福島放送局が胸続きで建設されており、一体的な文化施設となっている。 電車、バスの交通の便に優れ、隣には福島駅駐車場があるために、休日を中心に、家族連れや子供のグループ、郊外学習などで賑わいを見せる。1972年に建設された福島市、桜木町の福島市児童文化センターが、老朽化きたことから、1993年に、子供の夢を育む施設として計画された。 翌年の1994年、国鉄生産事業団から、福島駅駐車場南側の土地を取得し、基本計画を練り上げて2001年に NHK と、施設建設に関わる協定を締結した。その後、2003年に着工し、2005年7月23日にオープンした。計画に、市民の意見を反映するため、何回もワークショップが行われている。 コムコムという名称も子供の夢を育む施設の愛称募集によって決められたものである。建設が始まる前、福島市を舞台とした NHK 連続テレビ小説、ひまわりが放送されていたことから、建設用地をひとまず一面のひまわり畑として整備していた。それ以前は駐車場であった。ありがとうございます。